東京にある寿司屋、その数およそ1万2000件。その中にあって礼儀作法にとことんこだわる一人の寿司職人がいる。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お疲れ様でした。生まれ持った職人かたぎと貫禄で、どこにもない個性あふれる寿司を握り続ける男。注文を受けてから握り終えるまで、その8秒間に寿司職人としての人生すべてが凝縮されている。その男の寿司へのこだわりと魅力に迫る。常連のお客の勧めで17年前に出したというレコード、泣いてたまるか。歌うはおけい寿司の主人、鈴木正史。その彼は常連のお客たちとニギリーズなる野球チームも持っている。お客からの絶大なる信頼を集め、多くのファンを獲得している鈴木正史とはいかなる人物なのか。20年前に開業したこのお店、ただの寿司屋ではない。一つ一つのネタにこの店ならではの工夫が施されているのだ。この辺りに鈴木の寿司へのこだわりが垣間見える。同じものを仕入れして同じものを出さないと、ということは、魚河岸って仕入れしてきますよね、その魚をですね。それをそのまま出さないと、よそのお店とちょっと違った出し方すると。カウンターだけの店内は連日常連または予約客で超満員。一度おけい寿司で出される寿司を味わってしまうと、二度三度と足を運ばずにはいられなくなってしまうのだという。これはお酒を注文した客に出される酢飯のおじや。すきっ腹に酒を入れて胃に負担をかけないようにとの配慮から出されるものだ。おじやの次に出されるのはハマグリの汁。肝臓に良いと言われるしじみ汁より数倍も効力がある。そしてこれが他では味わうことができないこの店独自の握り、磯の香りが漂うアワビの肝のミンチ。こちらはタイの頭を甘めに煮て白ごまを振りかけたタイの頭のミンチ。そしてウニの半蒸し。いずれも寿司の常識では考えにくいものばかりだが、全て最良のネタでその持ち味を十二分に生かす工夫がなされているのだ。こうした個性豊かな寿司を握る鈴木正史。彼が寿司屋になろうと思ったそもそものきっかけとは。寿司屋になるつもりはなかったんですよ。ただ東京に出てみたかったんですね。東京に出るとこうなんか一発勝負できるんじゃないかなと思ってね。友達が寿司屋はいいぞって言うんですよ。何がいいか、飯は食わしてくれる、まあ、もろん食べ物商売だ、これ当たり前だとでしょうけどね。酒は飲ましてくれる。で、先輩から店終わってからスナックなんかにこう連れてもらえる。お金残ってしょうがないって言うんですよね。それがね、でもお前寿司屋になってみないかって言われてね、それがきっかけだったですね。そうして入った寿司職人の世界。鈴木を待ち受けていたのは厳しい縦社会だった。もう縦の世界っていうんですか、自分も運動やってましたから、もう先輩から言われたら右習いですから、だから水があったんでしょうね、今の職業にね。手挙げられても、あと自分がその時はやっぱり大肉そってね、こんちくしょうと思いましたけど、でもそれがお金になるわけですから、教えてもらったり注意してもらうってことは、それで今現在あると思います。その彼も今は2人の弟子を抱える立場になった。弟子を見つめる目は優しくも厳しい。つけ場の奥で包丁をさばく一番弟子の瀬谷正治。彼は以前頭である鈴木と衝突し逃げ出した経験がある。手を出す愛の鞭ですね。愛の鞭が一番きつかったですね、私は。親方の一番弟子が私ですから、耐えるだけ耐えたんですけど、耐えきれなかったということですね、その頃の自分には。それだけですね。
今まで 10年近くやった寿司屋をまだ強引に振っちゃいけないなと思いました。やっぱ親方のとこにもう一度お世話になろうかなと思いまして、切りを切り替えて戻りました。なるべく親方に接近しまして、近づきまして、少しでも近づいて親方と一緒にこう行動、同じ行動できるように、お客さんに笑われないように親方に少しでも近寄っていきたいと思います。この店のカウンターには寿司屋で普通見られるネタを並べる陳列ケースがない。お客との信頼関係を図る上で陳列ケースはいらないという。ここにも鈴木の職人としての哲学が垣間見える。もう家族連れのお客様見えますよね。あとお年寄りのお客様見えますよね。若い方見えます。バリバリの30代40代の若い人見えますよね。そのまず気持ちをつかむことですと、それから入りますね。例えばお年寄りには30代40代の握り方したんじゃこれ食べれませんから、やはり小さくして握って差し上げたりですね。そこにちょっと会話があるんですけどね、持ってき方だから、間っていうのが一番大事ですよね。お年寄りの間、子供の間、若い人たちのこの間、出し方の間ですね。話し方もそうですけど、かつて鈴木と修行時代を共に送り、都内で寿司屋を開いている森下さんに話を伺った。もう自分に厳しいってとこね、それを通す、それから信念がね、持ってるっていうのね、もう絶対こうやってやるんだっていうのね、これは素晴らしいですね。なかなかもう真似できませんよ。ちょっとね、東京築地中央卸売市場、鈴木の一日はネタの仕入れから始まる。鈴木がネタを選ぶ基準は何よりも旬で良質なもの。仲買人たちは鈴木のネタに対する研究心に頭が下がるという。常磐のカレー入れるから、ちょっと大きいかな、 1.78 になっちゃうんですよ。いいよ、はい、休み明けたから、はい、頑張ってやりましょう今日。いやもう生真面目で仕事の研究心がすごい人なんですよ。だから仕事の研究心だけは、ね、誰も負けないと思います。見る目とそれが何でしょう、味の追求がすごいですよ。いろんなもん工夫して考えてるから自分で、だからなんていうかな、江戸前って言っても他にはないようなもんを自分で考え出して、それを味に生かすっていう形で取ってますから、そういう意味ではもう自分なんかもやっぱり見習うべき多いですよ。でも、築地でも一目置かれている存在のようだ。品物にはすごい厳しいですよね。厳しいんじゃないよ、はい、仕事なんだよ。はい、そうです、はい、それ2つ、はい、終わりました。本マグロを買い付けた。これから色が出ますから、きれいに。あの桶寿司さんで出される寿司をね、ご覧になれば分かりますけれども、かなりユニークなものまで出されますよね。そういった意味では、そのただその生のお寿司というんじゃなくて、うん、いろんなネタをですね、フルに活用しきる、そういうような方なんで、僕は帰ってそういう方の方が面白いなと思ってお付き合いさせてもらってます。かなり勉強になりますしね。築地の仲買人も注目する寿司職人、鈴木正史。その彼が経営するお店、おけい寿司は、千駄ヶ谷と青山通りの間、大苑西通りに面したところにある。さて、そのお店ではランチタイムの準備が始まっていた。袖を通した白衣の背に書かれた名前に自信がうかがえる。これは淡泊なキスの実に昆布のうまみとコクを染み込ませたキスの昆布締め。こちらはマグロの醤油漬け。そしてこちらが先ほども登場したタイの頭のミンチ。一つ一つが旬のネタであることは言うまでもない。
その旬のネタの持ち味をさらに生かすべく工夫をし手を加える。江戸前の寿司といえば握り。その当たり前の考え方から一歩踏み込む。他の店では決して真似のできない研究の成果がそこにある。こうした個性豊かな握りが11貫。これにイクラの醤油漬けやおすましなどがつき2500円。高くはない値段である。寿司職人にとっての晴れの舞台、それは客から注文を受けその場で寿司を握る瞬間にある。その瞬間に寿司職人としての技術や経験、そして人生が凝縮されている。鈴木もその瞬間に大きなこだわりを持っている。じゃあ捨てたシャリがこういうお鉢に捨ててるわけですから、また使うわけですよね、次のものを握るときに。ということは前の例えばトロ握ったときにこう捨てたら油ついてますよね、トロの油が。で次の例えば淡白なイカとか握るときにたまたまそのトロの捨てたシャリを掴んだときにどういう味しますかって、こういうとこなんですよね。だから一回で決めないとね、これが職人なんですよね。もうここで決まっちゃうんですね、もうこれパッとこう指の形ってか、あの指のシャリですね、シャリの具合を。こうやったら普通はここでこう捨てちゃうんですね、こういうふうにして捨てたらまた使ってるわけです、他のネタの時に。こういうとこはあと何回もこねる必要ないんです、もうこれで決まるじゃん。こうすると口の中でもう一つ一つほぐれちゃうんですね、シャリが。マグロください。はい、かしこまりました。これで決まりです。これが太刀の握りです。太刀っていうとカウンターの握りです。これでもういいんです。これを何回もこうこねるとシャリが硬くなって出前の寿司になっちゃう。注文を受け握って出すまでおよそ8秒。そのわずかな時間に職人魂が刻み込まれているのである。こんな話が聞けた。出前がこう出来上がりますとね、先輩に、おい、まーちゃん出前できてるぞ、持ってけ。はい、終わりました。持ってくでしょ、出前。無論出前だから夜ですよね、大体ね。で暗いところでね、この盛り込みの5人前ぐらいのやつをね、サランラップをこう開けてね、抜いて食べちゃうんですよ。それをね、詰めて直すんですよ。そういうのをね、何回もやりました。でバレちゃったんですよ。でなんでバレたかっていうと、たまたまその時お客様のね、お好みだったんですよ。トロを10個くれとか、赤貝を3つくれとかね、白身を、4貫握ってくれとか、そういうお好みのものだったんですよ。それを知らないでしょ、裏でやっているから仕事。それを途中で抜いちゃって食べちゃったんですよ。そしたら電話かかってきましてね、おい、トロが、いや10個頼んだのに8つしか入ってないぞ。そんなことありません。親方が言うわけですよ、電話に出て。犯人ですよ、こっちが。こっぴどくやられましたよ。相当やられたでしょ。やられましたね。今だからこそいい。そうですね、本当にね。東京新橋にある寿司どころ竹田。新鮮な江戸前の寿司を提供してくれる老舗である。桶井寿司の鈴木正史はかつてこの店の親方のもとで4年間の修行時代を送っている。師匠である親方に当時のことを伺ってみた。第一印象ね、まあ、頭のいいことだね。それでそうだね、やっぱりなんていうのかな、
礼を惜しまないっての、うん、そういう感じだったね。最初はやっぱり礼儀作法とね、あと掃除のやり方ね、そういうのはうんと厳しく教えましたけど、うん、殴ったり蹴ったりしても平気だったからね、うん。鈴木の自宅は東京江東区にある。店へ出る前のプライベートな時間を割いて鈴木はお客への礼状をしたためていた。これはここ数年来彼の日課となっているものである。もう癖になっちゃいましたね。書かないと気持ち悪いですね。よく皆さんジョギングやる方がジョギングしないとね、心身がおかしいって体がおかしいって言いますでしょ。やっぱりそうですね。ですから何かの用事の時に店休む時あるんですよね。1日とか2日とかね、その時いっぱい溜まるわけですよ。こういうお客さんが見えてるってことでね、留守して申し上げないっていう一筆を書くわけですよね、いらしたお客様に、うん、大変な作業ですけど。その鈴木の部屋に飾られた写真、8年前に亡くなった父親である。鈴木は昭和22年宮城県に生まれた。父親はお菓子の飴の製造販売を営んでいた。高校卒業後仙台でサラリーマン。しかし東京へ出てみたいという思いが強く19歳で上京。親戚の魚屋で働いた後、友人の勧めから寿司職人の道へ。師匠である新橋の武田の下で4年間修行を重ね、その後赤坂、日本橋、銀座などの店を経て31歳の時に現在の桶井寿司に。同じ職人としての血を受け継ぐ鈴木は今父親の気持ちが分かるという。やっぱり業種が違ってもそう思いますね。だから今になってみるとこの年になって50過ぎて、あ、やっぱ親父もこういう考えで仕事やってたのかなと思いますね。もうそっくりだって言われますよ、親戚から。やっぱりこう昔の抱っこしてもらった思い出とか、自転車に乗せてもらった思い出とかってのは懐かしいですね、今振り返ると。もう少し親父がもう少し長生きしてくれてたら、うちの今の子供も顔をね見てほしかったですけどね。鈴木は3年前に結婚、2人の子供に恵まれた。キスミちゃんと大進くんである。時間さえあればね、一緒で常に一緒。将来あれですか、やはり職人さんのうちに。いや、ただ名前が寿司ネタどっちも使ってますけど、別に寿司屋なんなくたってお父さんがこういう仕事ついたんだよっていうね、その証っていうか。はい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 。最初はやっぱりこの人本当に子供可愛がってくれるのかなっていうか、面倒見てくれるかなって思ってたんですよ。そうしたらもう生まれた途端にもう、最初はもう出産で産院に入院してる時に、俺は絶対行かないぞとかなんとか言ってたんですけど、毎日のように顔見に来ていました。はい。私の友達なんかにもすごい怖い人だっていうイメージあるみたいで、想像つかないって言われます。もうすごいね、本当可愛がって一緒に遊んでね、たまに赤ちゃん言葉ですか、あんなのなったりすると聞いててなんかちょっと陰で笑っちゃうかなっていう感じですね。近所のなんかお母さんたちにもなんかいろいろうちでやってることとか言うんですよ。そうすると信じられないとか言われる。頑固一徹の寿司職人も子供には型なしである。この日鈴木は師匠の店を久々に訪れることになった。久々の対面ですので怒られるんじゃないかなとは思うんですが、面白いもんでこれでこう、最初はこう緊張するんですけど、話してるうちにだんだんなんか
甘えみたいな出てくるんですね、また逆にね。はい、どうもどうも、久しぶり。実際、どれぐらい経ってないですか？そうですね、子供生まれる前からですから、3年かそこそこ経ってますね。まあ、しょうがないよね。もう仕事の時間帯も一緒だし、なかなかね、やっぱりお互いに忙しいからね。まあ、しょうがないでしょう。今こう振り返ってみますと、はい、一番何を思い出されますか？例えば怒られますよね。怒られたら、すごくフォローしてくれるんですよね。例えば仕事の怒り方と終わってからのこの、優しさっていうのがね、これがやはりジンときましたね。この道にあったような性格してるからね。だからまあ全てが伸びるのも早かったし、やっぱり他の人よりは抜けてたんじゃない？まあね、少し、まあ、子供もできたし、だいぶ前よりは柔らかくなったけど、もう少しね、丸みを持って、やっぱりどっちかったら突っ走る方だから、そこのとこだけね、だいぶ丸くなってるけど、まあそれぐらいかな、気をつけてやってくれっていうのは。まあね、子供は可愛がってるからね、子煩悩が満たれたし、そっちのはもう心配ないから。厳しくも温かい師匠に支えられて、今日のおけい寿司がある。おけい寿司はこの日も馴染みの客で超満員である。最初ちょっとびっくりしたんですけれども、出していただくものを味わってみて、分かりました。いただき方とかいろいろ教えていただけない。でもなかなか普通やはりいただけないものも出していただいたので、とても美味しく楽しくいただきました。美味しくて、なんか貴重な体験をしたっていう感じです。はい、また来ようと思います。はい、ぜひ。はい、親方のね、そういう頑固なところがまたいいと思います。なんかお寿司に対して結構こだわりっていうかポリシーがありますから、髪の毛一つにしても、ああいう清潔感っていうのも結構好きです。周りを切って、ホイル、先ほどのアルミホイルが見えない、真ん中の柔らかい。多くのファンに支えられて大盛況のおけい寿司。鈴木にこれからの夢を語ってもらった。自分の夢はですね、まあ遊びになりますが、この店をやはりちゃんとした育つ人に任せて、自分は別口の店をですね、これの半分ぐらいでもいいですから持って、一日一組だけ取って仕事やりたいと。それでゆっくりと世間話しながら、お客様と、その食事を、お客様にその食事を、食べていただきたいと。また生まれ変わっても寿司屋になりたいですね。惚れてます。鈴木は今、この秋講談社から発刊予定のおいら寿司屋の職人代という単行本の原稿執筆に追われている。これまでの寿司職人として生きてきた泣き笑い人生を振り返りながら、寿司の世界のうんちくやこぼれ話などを綴っていく予定だという。
礼儀作法を何よりも重んじ、どこにもない個性豊かな寿司を握り続ける男、鈴木雅士。人の輪を何よりも大切に、寿司職人としての美学を追求する男、鈴木雅士。その大胆な発想と行動力は、これからも東京のグルメ地図を大きく塗り替えていく原動力となっていくに違いない。